うわ、シーズンパはい、ザワコです。はい、ただいま5時25分夕かけ、お月様、半月、はい、ザワコです。こんばんは。綺麗。ちょっと今のうちに写真だけ一枚撮っとくか。これぐらいかな。これぐらいかな。はい。あ、お月さん。ちょっと写真は無理かな。こんばんは、ザワコです。今日はね、在宅勤務で、さっきまで自宅でデスクワークをしておりました。これ映るかな。ですね、今日は夕かけでちょっとだけね、乗ろうと思って、川崎の Z250で、出てきました。というのはね、先日前回の動画でお話ししました、このスマートモニターね、スマートモニターを、使い始めたんですけれども、
原付日誌のね、論心125にとりあえずつけて、走行してみたんですよ。そしたらね、ドライブレコーダーのカメラの映像がですね、ちょっと気持ち悪いぐらいなんかゆら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 しちゃってて、まあ映ってるには映ってるもうそんな感じでしてですね、これはちょっと気持ち悪いよと、まあちょっと元ブログにはちょっと使えないなというレベルだったので、ただねその要因原因がですね、あのロンシン125のあのとてつもない振動の影響かもしれないと思いまして、まあ多分、一番私の所持しているオートバイで振動が少ないこの Z250 2気筒のね、だったら、これ上か堤防走るかね、はい、岩のであればでね、そんなに揺れないんじゃないかなと、うん、カメラ性能があまり良くないっていう話ではなくて、振動によるね影響で映像が、ちょっと見るに耐えない映像なのかなという気もしまして、その検証で、急遽思いついて、今日在宅のお昼休みの時間に、ロンシン125に取り付けてあったカメラを取り外して、この川崎の Z250 に、ちょん付け一応ねそれなりに飛んでかないように両面テープとねビニールテープと、インシュロック体で、後ろはねもう固定する場所がなかったのでテープだけですけれども、どんなもんかなというところで今走行をして、このカメラのね撮れ具合を確認しようと思って出てきてます。ただねもうね日が暮れるのが早くてもうすっかり夕暮れで、ね多分どうだろう、どれぐらい綺麗に映ってるかわかんないんですけれども、この動画のお金ね、ドライブレコーダーではなくて動画カメラのねインスタ360°1X、初期型モデルとかね、あカメラ撮影してるねがどれぐらいかなという映りがね、あんまり夜間の撮影私しないもんですからね、どうかなっていうのはありますけれども、まあとりあえず、今日ね急に思い立って夕方この薄暗い時間が一番見にくくて走るのはあんまり乗り気じゃなかったんですけども、まあ、このスマートモニターがドライブレコーダーとして使えないようだとちょっと宝の持ち腐れになっちゃうというか、その何て言うかな、ドライブレコーダーのかねカメラ付きのスマートモニターいらねえなという私にとってはねなってしまうかな、その判断のね一つの材料にするためにもちょっとねこのカメラの撮影外がどうしても気になって、あいいね夕焼けがね、本当にもうこれが何でしたっけこの間あれロンシンだったっけな、あ違う Z250 のレッドバロンさん行ってオイル交換というのと簡単な点検した時の帰り道だね。
左はあの山の方面、蒲郡とか豊橋方面の方角になるんですけれども、これあっちか。やっぱりちょっと暗くなってくるといつもの感覚が違ってあんまり良くないね。これはクリアシーズンじゃないととても走れたもんじゃないな。よいしょ、はい、いつもの場所です。この辺かな、この辺かな、この辺かな。よっ、よいしょ、いい写真を1枚だけ撮ります。ちょっと音楽は、音楽はね、Amazon の音楽を今なんかいい感じだね。ただこんなにいい感じだったらコンデジじゃなくてねえ、いいね、このグラデーションが何とも。これが今ね、前後カメラの映像です。でまあホーム画面に戻ってよっ、あれで、これ Google マップで、左が Amazon ミュージック、こんな感じですね。あれ、なんか向いてる方向違うんじゃないこれ。こんな感じですね。よいしょ、ツーリングサポーター、もうこれはいいや。なので、はい、行きます。もう本当に本当にね、見にくくなってきたね。
困らないか。この画面にしよっか。インスタ360度1X 動画カメラの方で、あまりねこういう夜間っていうか薄暗い時の映像を撮ったことがないので、そういうのとスマートモニターとね合わせて映すとどんな感じになるかっていうのもちょっと見ておきたいので、ドライブレコーダーのカメラの画面から、スマートモニターの、ホーム画面より今実際にスマートフォンのミラー画面を映していると、右が Google マップで左が Amazon ミュージックです。今ユーミンが流れてますね。話全然変わっちゃいますけど、先ほどニュースでね、お昼ごろだったかな、入ってきたの気が付いたのはね、僕ドラえもんさんがですね亡くなられたとね、大山信代さんが亡くなられたとね、90歳だったかな。私自身も私の子供たちもね、ドラえもんで育ってきましたからね。ここは本当に段差が半端ない。ここも避けないと。ね、ちょっと悲しい一方でしたけれどもね。26年とかでしたかね、行ってたかな、ご冥福をお祈りいたします。藤井フミヤね、まあいいね、この頃の音楽を聴いて育った青春を過ごした私たち。もうあと2年で60か。もうこの数日で、ね、一気に涼しくなって、さっきもこの家を出るときにね、出てくときに妻とちょっと話してて、もう急に寒いよねってフリース出しちゃおうかなって妻は言ってましたけど、私もね、いつもならね、まだそこまでじゃないだろうって言い返したいところだったんですけど、私もねトレーナー着ましたもんね。中はね半袖の T シャツなんですけどね、トレーナー着ましたからね。ちょっとこの急な温度のね差がちょっと体にはね応えますね。はい、この時碧南市側を下ってます。ね、ちょうどいいね、こんなマジックアワーの時間帯に走れて、まあこれで綺麗に映像が残ってくれたらね、ここの部分を使おうと思いますけれども、左上にはねちょっと霞んだ半月が
見えてる橋ね、車のヘッドランとテールランプが見えてるのは矢作川大橋ですね。いやそうね、行きに走ったところですね。では今日は簡単ですけども、ドライブレコーダーのカメラの映像を試し撮りだけです。ではね、しかいなくて、僕らはみんなあるか。おう、あ、いかんねん、カメラテープ止めだけだからな。後ろのカメラ一応止めてあるけど、まだねレンズの保護フィルム剥がしてない貧乏症だな、もう。